るっせえな、自分でしろよな。じゃあ自分ですればいいじゃん。そんなことでさ、そんな空間開けてないから、空間開けてるからの間でさ、そんなるわけないじゃん。空間開けてないか空間開けてるかの問題で変わりません。私何年メルカリやってると思ってるんですか。マジ、じゃあお前がやれよって。もう最悪、もうソファーに着いたし、なんで私がこんなに怒ってるかっていう、もうすごい3年前ぐらいのこれは動画なんですけど、メルカリにゲームのカセットを売ったんですよね。なんか売ってって言われたから、仕方がわからないから親に売ってって言われたんですけど、ドラゴンボールカセットじゃなくてドラゴンボール空白カセットってしないとダメだよみたいな感じで言ってきて、親が。なんかそんな空白一つで変わるわけないじゃん。だからそれで、じゃあまあ私が空白ありに変えました。題名を空白ちゃんと修正して載せました、出品しましたって言ってんのに、もう空白開けて出品したよって言ってんのに、お父さんにあんたのが出てこないんだけどみたいな、調べたんだけど出てこないんだけどみたいな、ちゃんと空白してるみたいな感じ言われて、意味わかんないこと言われて、そんな空白一つで変わるわけないじゃん、ちゃんと出てくるって、お前の検索してるのが悪いんだろってか、わざわざ検索すんなって言いたいのと、なんか私が変えたって言ってんのに、なんかちゃんと変えてるみたいな感じで見せてみたいな、わざわざ携帯見せてってね、言ってきたんですよ。もうそれにもう日頃の不満が爆発して、このような感じに爆発ぶち切れしてるっていう感じです。じゃあお前がやるよ、最初からここまで来て出てるか出てないかどうか見るな。うまくいかない。自分で売ればいいじゃん。チク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 言うの、ここ空白開けてないからこう検索に乗らんとか、出てこんあーちゃんの売ったやつがとか、そんなのどうでもいいだろ。ここの題名が違うから出てこんとか、そんなの関係ないから。空白が開いてないから出てこん、空白一つで変わるかよそんな。じゃあお前がやれよって。やってるって言ってんのに、ちょっと携帯開いて。